梵天山古墳群は、茨城県日立大田市島町にある古墳群。大部分が茨城県の史跡に指定されている。本校では、この梵天山古墳群の主墳である、梵天山古墳についても合わせて解説する。日立大田市日立大田地区の島町は、標高30メートル前後の大地である、独立給料場にあるが、梵天山古墳群は、日立大田市の南西端。 この丘陵全体に形成された古墳群である。13期の高津墳と、島の百血化単に、百血と呼ばれる横穴群からなる。この横穴は、約100期、または六十数基に上るが、現在開港しているものは、約30基である。また、梵天山古墳群は前述のように、茨城県第2位の大きさを誇る、前方公園墳の梵天山古墳を、 主墳としており、その他の高塚花は円墳である。その円墳はいずれも直径30メートルに及ぶ大規模なものである。盆天山古墳群の所在地は、茨城県日立大田市島町2317街、もしくは島町岡町2324街である。盆天山古墳は、茨城県日立大田市島町にある古墳 梵天山古墳群の主墳である。石岡市北根本の船塚山古墳に次いで、茨城県内第2位の大きさの前方公園墳である。本節では、この梵天山古墳の範囲内に山頂がある、梵天山についても合わせて解説する。前方部を西方、または南西に向けている。吹石、葉には、修はない。また発掘はされていない。 梵天山古墳群の一部として、茨城県の史跡に指定され、また、茨城百景に選ばれている。埋蔵文化財放送地は、梵天山古墳としての周知ではないが、地図表示、茨城デジタルマップへ連んで、H25 埋蔵文化財放送地となっている、岡町遺跡のエリアが梵天山古墳の分担に、接しているように見える。なおこの地図では、梵天山古墳群は、 H25 国、県及び市町村指定史跡となっている。以上詳細は文化財などを参照。築造時期次の4節がある。被葬者その規模から九時川流域を支配した主張の墳墓とみられるが、被葬者が伝えられているのか、考えられているのかや、人名表記には以下のように揺れがある。現地説明版によれば、次の通りである。ただし、 日立大田市観光物産協会は全長160メートルとする。梵天山は茨城県日立大田市島町にある山。標高は40メートル。概要説に書いた丘陵の最高点である。梵天山古墳墳丘の公園部南無難な西側斜面に山頂がある。梵天山古墳に関するカテゴリー。梵天山に関するカテゴリー。ありがとうございます。